全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、中地です。今回は道志の森キャンプ場にやってきました。それでですね、今いい感じで川の前でですね、車中泊仕様なのかな、ちょっとハイエースも気になるのがあったので取材をして聞いていきたいと思います。それでは行ってみましょう。すいません、こんにちは。こんにちは。めちゃくちゃいいところでテント立ててキャンプしてますね、はい、今日からですか？今日から来ました。どこで？ちょっと暑いですね。今日暑いですね。ちょっと今汗だくなので設営で一通り汗かく、ね、そうですね。なるほど。どれくらい設営はかかりました？全部で設営30分ぐらい。お、結構じゃあ割ともうパパッとできるような。そうですね、もうだいぶ慣れてきた。あ、なるほど、はい、ちなみに歴はどれくらいになるんですか？キャンプ自体はもう15年ぐらいやってますかね。ちょっとベテランさんで、いえ。きっかけは何だったんですか？きっかけは子供がちっちゃい時に家族でグループで行ったりとかっていうのが始まりで、なるほど。でもうちょっと子供も大きくなってきて、はいはいはい、で最近はちょっとソロで一人で来ることが多くなってきてる感じです。なるほど。じゃあソロキャンプ歴としてはどれくらいなんですか？ソロキャンプ歴3年ぐらいです。あ、3年ぐらいだ、はい、そのソロキャンプ始めたのはやっぱお子様とかがもうキャンプ来なくなっちゃったみたいなんですか？あの、来ないことはないんですけど、あ、はいはい、あのちょっとやっぱり予定が合わなくなったりとか。なるほど。そうですね、合わなくなってきちゃいますよね、はい、あ、で冬のキャンプ好きなんですけど。あ、そうなんです。冬はあの家族がちょっと苦手なので。あ、じゃあそれを一人で堪能してるってことですね。そうですね。じゃあ今日はちょっと行ってくるわって。そうですね。いいですね。え、キャンプの醍醐味って言ったら何ですか？キャンプの醍醐味は、一人で来て、もう最初すごいなんか一人でなんか寂しいんじゃないかなと思ってたんですけど、はいはい、やっぱこう自分の好きなように、うん、好きな時に好きなことができるっていうのが醍醐味かな。あ、いいですね。あと薪割って焚き火の火を見てるのが一番好きな時間ですかね。しかも今日はこんな川も前で焚き火で、はい、でそれでまたお酒も食っていくんですか？あ、お酒は飲めないので。そうなんですね。ソフトドリンクでいつも、うん、なるほど、はい、それで楽しんでいるというわけなんですね、はい、じゃあ基本的にもう冬の方が多いんですか？いや、もう年間通して来る感じですね、うん、はい、キャンプ場はどこのあたりが多いんですか？ここに来ることが多いですね。それをまたどうしてここが、もう森の中に入って、うん、もう街の雰囲気を全然感じなくて、うん、確かに、もう川の流れとかこの音聞いてるのも好きだし、あ、すごく気に入ってるキャンプ場なので。あ、いいですよね。ほとんどここに来てる感じです。あ、そうなんですね、はい、なるほど。お住まいも近いんですか？住まいは、横浜の方なので、ここから2時間ぐらいかかるんですけど、うん、でもこの辺りでもずっとやってると、はい、いうことなんですね、はい、ちなみにファミリーキャンプから始まってソロになったじゃないですか。なんか一番変わったなっていうのは何かありますか？変わったなっていうのは特にはないんですかね。気持ち的には変わらず、ずっとキャンプしてるような感じなんですか、ね、はい、なるほど、ありがとうございます、まあ、そこからちょっとずつ変わったのは道具が少しずつ変わっていく。そうですね。そういうことですね、はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっと早速じゃあそのソロキャンプ仕様になったキャンプ道具を聞いていきたいなと思うんですけど、はい、じゃ目の前のまず最初、じゃあこれがコンロ。はい、あのタフマルジュニアっていう岩谷のやつですね。調理とかはこっちですか？あのケースバイケースっていうか、あ、はいはい、あの焚き火で中華鍋使ったりするし、はい、まあ、メインはこれを使ってる感じですね。なるほど、はい、何か分けてるのはそういう安定した火が欲しいときはこっち。あ、そうですね、安定した火はこっちで。なるほど。ちなみにカセットだと冬って結構もう火つかなくなるじゃないですか、はい、その時もこれ使ってますか？あ、冬はもう逆にこれほとんど使わなくて、あ、はいはいはい、あのアルコールストーブだとか、あ、はいはい、あの焚き火でやってるような感じなんですね、はい、なるほど、まあ、結構もうカチャってやるだけで簡単ですもんね。そうですね。で下のテーブルが、これはもうあの親戚から譲っていただいたやつで、これがセットになってるんで。あ、本当だ、3つあるんですね、はい、これ、あ、折りたためるんですね。折りたたんでここに まとめてパタンとできるようなやつですね。これが2つになって、はい、あ、じゃあこの半分のサイズでこの厚さで収納は、そうですね、この裏に入れて閉じ込むって、はい、閉じ込むってことですね、はい、大きさ、この幅がいい感じの、ちょうどそうですね、いいですね、はい、結構、まあ、こ、なんていうんですかね、ちょっとこれぐらいならあるけど、このさらにプラスあると、はい、だいたい9、どれくらいだと60ぐらい、60センチぐらいですかね。そうですね、はい、いい幅で、これコンロも置けて、まあ、ここでね、はい、お皿も置けますね。お皿置いたりとか、
いいですね。親戚から譲ってもらったって、はい、いいプレゼントですね。もう使わないからどうって。あ、そうなんですね。言ってもらって、あ、じゃあ親戚の方も結構キャンプされてる。そうですね。へ、なんか一緒にキャンプでファミリーとかでもそういうこと行きます。行きます、はい、ここにまた上にこういう風にラックでやってるんですね。これはどこのやつですか、はい、これは、はい、あのホームセンターのカインズで2本セットで売っていて、もうこれはもうホームセンターで買ってきた鉄筋です。うんうん、それをもうただ渡してるだけ。あ、でそれでこういう風に作ってるんですね。はいはい、これって1本おいくあセットでこれでいくらぐらいですか？3000円ぐらい。あ、3000円ぐらいで。はい、でこれ打ち込んでやると、はい、打ち込んでるのがこれですね。はいはい、全圧。全圧。なんか結構すぐ売り切れてるイメージがあるんですけど、はい、やっと買いました。僕もちょっとポチッとやっと買いました、はい、ありがとうございます。でソフトドリンクを飲んでる、はい、これが、はい、これはスタンレーのサンダーですかね。もうすごく保温力っていうか保冷力も高いので、うん、一番好きな飲み物は何なんですか？一番もうコーヒーですね。あ、コーヒーなんですね、はい、あ、じゃあずっとアイスとホットで。アイスとホットで。今日はアイスで、はい、あの氷ってどれくらい持ちます？これ氷はどれくらいだろう。これ30分ぐらい、15分ぐらい前に入れたのかな。あ、じゃあもう全然、はい、そうですね、はい、でずっとじゃあアイスコーヒーで今日はしばくと、はい、でお隣のテーブル、これは、はいはい、あのワイルドワンって、はいはいはい、アウトドアショップで買った、うん、テーブルですね、はいはい。結構こういったじゃ高さで何かこっちはこっちでなんか使い分けはしてるんですか？あ、なんかもうその時その時の気分で、うんうん、使い終わったらこっちに移したりとか、あ、まあ何でも置けるように一応置いといてとかなんですか？はい、なるほど。まあそうですね、1個あれば全然便利ですね。はい、まあじゃあもう本当にここで全部できるようにまとめてるんですね。そうですね。で奥のクーラーボックスですか？はい、これはどちらのクーラーボックスですか？これはアブガルシアっていうあの釣り具のメーカーさんの。はいはい、あ、だからついてるんですか？そうですね、昔釣りをしてたので。あ、そうなんですね、はい、使わなくなったやつを張り取ってちょっとつけてくる。じゃあそこからも持ってきて釣りからキャンプにっていうところ、ね、そうですね。あ、でもこれは釣りしてた時じゃなくて、あ、そうなんですか、あのソロキャンプ用に買ったやつ。あ、じゃあファミリー用ではどんなの使ってたんですか？ファミリー用はあの40リッターぐらいのもっと大きいハードのクーラーを使ってる感じ、はい、やっぱソフトの方がソロはやりやすいですか？あの荷物がそんなに多くないので、うん、もうコンパクトにまとめて持てるようなのがいいかなと思って。なるほど、氷も結構持つような。そうですね、結構持ちますね。釣り具だって結構なんか持つイメージはありますね、はい、一泊ぐらいだったら全然問題ない。なるほど。カラーリング的になんかキャンプに寄せてるようなカラーリングな感じもするんですけど、キャンプ用で出してるみたいなのあるんですか？はい、いや、そんなことはないと思いますけど、いろんなカラー割りが。あ、黒とこのカーキっていうんですかね、この2色展開で。だいたいおいくらぐらいなんですか？はい、これネットで5000円ぐらい。あ、5000円ぐらいで、はい、で1泊2日だったら全然問題ないですね。問題なく、はい、今日は食事と全部入れてるって感じなんですね、はいはい。食事ってなんかどういうふうに決めてます？今日は何食べようかなみたいな。もうその時の気分。あ、気分で肉食べたいなと思ったら肉買ってきたり、はいはい、あ、それはあれですか？そしたらじゃあキャンプ場に行く前に買うんですか？あの、そうですね、うん、行く前に買って、行く前に買ってで冷凍しといて、あ、はいはい、で冷凍したまま持ってきて。なるほど。じゃあワクワクしながらってことですね。そうですね、キャンプ3日後これ食いてえなみたいな。そうですね。で、そうですね、やっぱ冷凍で入れてた方がいいですか？いや、どうなんでしょうね、うん、まあ、気持ちなところ。夏この暑い時なので、うん、そんなにこう常温で持ってくるのも怖い。あ、なるほど、はい、でランタンは2つだから、ランタンはそうですね、主にこのフィアハンドのオイルランタンと、このランタン、ベアボンズ、ね、ベアボンズ、はい、はい。LED と何か使い分けはあるんですか？いや、特にないですね、うんうん、この2つでもう全然いけちゃうって感じで、はい、ありがとうございます。
で、まあ、ゴミ箱が。あ、これはゴミ、こっちがゴミ箱で。あ、こっちゴミ箱で。こっちはカトラリーケースというんですかね。あ、いろいろ入れてるんですね、はい、もう雑多に入れ て、あ、じゃあ調理はこのポット、そうですね、もう、はいはい、まな板から、そう、まな板から、はい、ハサミとかナイフとか、そうですね、夜間とか、夜間とか入れてる感じですね。中華鍋とかどこに入れてるんですか。中華鍋は今車にまだ積んでます。なるほど、なるほど、積んでます。見当たらなかったんでなるほど、ありがとうございます。で、焚き火台なんですけど、焚き火台はあれはユニフレームのファイヤーグリルだったかな、はい、っていうやつですね。結構使ってる感じが、もうこれは結構ハードに焚き火から料理からガンガン使ってます、ね、何年ぐらい使ってます。これでどうだろう、5年ぐらいですか、ね、5年ぐらい、はい、この上の五徳って何なんですか。五徳はもうあのリサイクルショップでちょうど良さそうなやつが売ってたので、買ってみたらちょうどあったって感じです。何用なんですかね。何用なんですかねなんかでも本当ぴったりですよね。はい、ちょうどぴったりで。で、まあ、そこに、まあ、お肉とかも、まあ、あの鉄板敷いて、鉄板敷いて、そこで焼いたりとかしてます。いいですね、なんか。なんかちょっと見たことなかったの、何なんだろうちょうどたまたま見かけて、サイズ的にもちょうどぴったり合うかなと思ったら、はい、ちなみにおいくらぐらいだったんですか。あれで1000円ぐらい。ああ、安いですねだからすぐ買います、ね、はい、ありがとうございます。でこのテントなんですけど、はい、テントはどちらのやつですか。これは全圧、全圧の、まあ、こう座られてぴったりぐらいの、そうですね、ソロのスタイルって感じですかね、はい、インナーテントはついてるんですか。インナーテントついてました、付属で、はい、ちなみに今座られてた椅子、これはヘリノックス、ヘリノックスの、はい、ですね。結構リラックスできるような、そうですね、結構幅広ですね、はい、ちょっと大きい、うん、大きなタイプのやつを、うんうん、椅子は何個か買われてたんですか。椅子は、これと、はい、もう一つの安い、もう本当にロータイプのやつは1個あったんですけど、あ、そうなんですね、もうほぼこれをもう使ってる。あ、なんかローだと低すぎたとかですか。そうですね、やっぱちょっと下この高さが、はい、立ち座りするのにこっちの方が高さ的に、なんか低すぎるとこう、そうですね、結構疲れますもんね、そうですね、腰もいかれちゃうとか、はい、なるほど、ありがとうございます。で、中もちょっともう何もなくシンプルに、シンプルで、まあ、でも結構広いですね。そうですね、一応2人、うん、2人用で、はいはいはい、なってるやつ、2人用なんですね、はい、おー、まあ、で全然荷物も置けますもんね。ここにそうか、空気も全然、こうやって三角形の2つ、はい、あ、3つ、あ、4つ、あ、いっぱいありますね。そうですね、まあ、4つあって、まあ、なんか夏でも全然風通しは良さそうですね。でキャプテンスタックの、まあ、敷いてて、はい、シュラフはどこのやつですか。これは安い。あ、そうなんですか。ですね。お、なんていうところだったかな、名前で忘れしちゃいました。お、どこなんだろう、ちょっと僕も分かんないオルプラッツ、まあ、このシュラフを使ってると、はいはい、シュラフはじゃあ結構ファミリーキャンプの時から変えたりはしてるんですか。シュラフはもうこれと、うん、あの冬用にダウンのシュラフを2つ持ってるだけ。やっぱダウンだと冬はもう必須。そうですね、はい、やっぱ全然暖かくない。これだと全然もう、あ、ダメ、寒すぎてダメだ、ね、ダメなんですね、はい、一応、あ、そうか、0度ですもんね、なんか真冬だときついですよね、はい、これ何入ってるんですか。これはあのペグケース。オレゴニアンキャンパーの靴にペグを入れてるというわけです、はい、夏キャンプで今蚊取り線香、虫対策としてはもう蚊取り線香ぐらいですかね。だったら別に全然もうそんな刺されることはない、はい、ありがとうございます。で車の方も見たいんですけど、はい、あ、またここに、あ、クッカーもこうやって刺してるんですね。そうですね、基本的に食器はじゃあこういう風に乾かしてってとこで、水もこういう風に保管してるという、はい、すいません、車が気になったんですけど、はい、ちょっと紹介してもらいたいなって、なんか結構こだわってる感じが。そうですね、元これはハイエース。ハイエースです、はい、トヨタとトイファクトリーが
こうコラボして作ってる、はいはいはい、まあ、車中泊仕様のキャンピングカーみたいな感じですね。そういうことなんですね、はい、一応、はい、電気と、はい、あ本当だ、コンセントが使えるようになっていて、あそうなんです、ちょっといいですか、はい、あこれでオフにしたら消える、あ消えて、ここをつけたらオンになる、はい、これじゃあこれ主電源ってことですか、ね、あ、サブ電源です、あ、サブ電源、サブ電源っていうか、はい、じゃあこことかを使うときにはこれがオンにしないとってことなんですね、はい、で、まあ、やっぱ一応バンだったからこれはついてるんですね、はい、ほう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 、でこれ窓とかも網メッシュになってるじゃないですか、はい、これとかも自分で頼むんですか、これはネットで網戸買って、あ、はいはい、自分でつけました、あ自分でつけたんですね、はい、あああれはこれはうちからはめてネジでこう固定してるだけですね、つけれるんですね、はい、あじゃあ窓はオプションでもともとやっててってことですか、窓はもともとついていて、はいはいはい、で網戸だけ後でネットで買ってつけたっていう感じ、もうすぐできるもんなんですか、あもう簡単に、そうなんですね、1箇所5分、5分もかからないぐらいですけど、そうなんですね、はい、へえ、でこれ上にもつけていてってことなんですね、はい、おーシートとかも自分で選べるんですか、シートもこういう、こっちに立てて倒して、はい、全部フルフラットにできたり、あこれをシート前にやって、はい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 、もうこっちを立てて、うん、もう全部フラットにして寝れるようにして、寝れるようにしてるんですね、はい、ちょっと後ろからも見ていいですか、はい、あこれ水道もついてるんですか、これ水道ついてます、こっちか、ここに、はい、シンクがついていて、シンクがあってちょっとだけ出してもいいですか、あごめんなさい、今水入れてない、あもう使そうなんです、ね、全然使ってなくて、あそうなんです、あこれシャワーにもなってるんですか、そうなんですよ、あこっちで外側でも使えるようにあ、はい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 、はい、になってるやつなんです、そういうことなんですか、はい、水ってどこに溜めるんですか、水はこの下に、はいはい、この中にタンクが入っていて、はいはいはい、でそこにこう排水と給水と入れてある感じなんですけど、全然水は入れてないです、ね、そういうことなんですね、はい、あでこれを全部フラットにして、はいはい、下に荷物は入れられる、はい、そうですね、ということなんです、ね、そうですね、こういう上のやつもオーダーで張り替えるんですか、これはもう最初からもうこの仕様になってました、仕様になって、はい、またスピーカーがすごいですね、スピーカーは後でつけてもらう、あそうなんですね、後ろが全然音聞こえなくて、あそういうことなんですね、はい、これとかもこういう、これも ネットで買ったやつですかね、そうなんですね、はい、この後ろとこれも一応窓を全部隠せるように、あやっぱ眩しいですよね、そうですね、基本今日はどっちにいるんですか、今日はもうテントで、こっちで、はい、もう冬はあのヒーターもついてるので車中泊できるようにっていうのでこの車を買った感じ、そういうことなんですね、はい、いいですね、これ何ですか、これ網戸ですね、網戸、あいいですか、はい、あはいはいはい、虫が入ってこないように これもネットで買って後でつけたやつなんですけど、あこれもネットです、はい、あこれじゃあ、あれですか、破けちゃったんですか、犬がいきなりやっちゃったんですか、ね、破っちゃったのでこれあれですね、ダイソーの見たことあるなと思って僕も使ったことあるから、はい、へえ、これも僕も今ハイエースであのロケとか行ってるんで、これ夏便利ですね、便利ですね、これは買ってよかったなと思う、これもすぐつくんですか、はい、これもうゴム取って、はいはい、そこにこうどんどん挟み込んでいく感じですね、なるほど、真夏にやったら汗だくにはなりそうですね、そうですねすぐじゃあ取り外しもできるということですもんね、はい、いいですね、あとなんか ポイントみたいなのありますか、あとは電源が取れるんですよ、ここからここにコネクタを挿して、はいはいはい、電気、外部電源が取れるので、これいいですね、電源サイトとか行ったら、はい、あのそこにずっとつなぎっぱなしで、つなぎっぱなしで、はい、できるんですね、あと冷蔵庫もついてるので、あそうなんですか、はい、どこについてるんですか、あの前のところに、えここにこれが冷蔵庫です、あこれなんですか、はい、あ今何も入れてないですけど、はいはい、あ、うん、なるほど、本当にもう暮らせますね、そうですねシンプルでまたおしゃれな感じがいいですね、そうですね、もうキャンピングカーっぽくなくて、そうですよね、普通に街乗りもできますし、うんうんうん、普通に部屋としても使えそうな、そうですね、雰囲気が、はい、だってスピーカーもあって音楽流しながら仕事もできそうですね、はい、めちゃくちゃ面白いな、ありがとうございます、いきなり取材をさせていただいたんですけどいろんなちょっと僕もハイエースを勉強させてもらったりで、もうソロキャンプ楽しんでいただければなと思いますので、はい、今回はありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、
ちょっとしたプレゼントなんですけど、あのうち東京クラフトっていうブランド出してまして、はい、あのこう自家テーブルって言ってテーブルなんですけど、はい、ぜひ使っていただければなと思って。 ありがとうございます。ちょっと開けてもいいですか。はいはい、これが一応テーブルでカバーがあるので、これが足なんですよ。足があって、ちょっと地面ですいません、はいはい、これ足をこう角4つ爪があるので、はい、これ上にしていただいて、はい、でここの4つ角にはめてもらうんですよ、はい、で閉じたままこうやってやってもらって、はい、ここにはめ込んでもらって、はい、そのままと開くだけです。おすごい。これだけになるんで、またあのいい感じのサイズがあると思うんで、はい、ぜひ使っていただければと思いますので、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。